つ学校グッズがあるかやっていきたいと思います。で探してやりたいと思います、うん、はい、じゃあ学校グッズのガチャ、はい、あるかな、じゃ探してやっていきましょう。はい、ちょっと昨日運動会でね顔がお疲れだけどあった扇風機は、あ、じゃあそうだね、勉強するときに扇風機を使ってかかどらせる。違う、懐かしい、扇風機は学校グッズ。うん、まあ、学校に、ね、だから冷房ないから、そうだね、うちの学校も扇風機、そうだね、じゃあやろう。動くでしょ、飾りスイッチが入れると風が吹くって感じ。動くんだよ、すごい可愛いね、これからの季節にぴったり。ピンクということは、カプセル、カプセルがピンクということはピンク、大好きなピンク、ラッキーだね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。学校っぽいやつ、学校っぽいやつ、ラーメン学校じゃなくない、さすがに。あ、これしーちゃんさっきの、あ、さっきじゃない、これさ、フリップ、ほら、フリップとか入れられるから一応学校の小物入れなの、やってみる。あと2枚ください。ありがとうございます。じゃあやるよ、うん、ピンクがいいな。ピンクがあるといいね。取り外し可能なんです。うん、すごい。あ、中の内側まで。すげえ。内側まで。あ、まだピンク、すごい。すごくない、運があるね、しーちゃん今日。ピンクが出た。じゃあ次行きましょう。はい。あとなんだろう、学校に。手拭い。手拭い。学校で使うの。学校で使うの、学校で。おまけぬぐ、めっちゃいっぱいあるよね。あ、ヘアクリップ。手ぬぐいとか。ヨーヨー。あ、かわいいこれ。ヘアクリップ。チョコバナナ。かわいい。手ぬぐい。これでも学校関係ないけど、まあいいか。やってみる、しーちゃんこれ。これなんか夏っぽくてかわいくない？かわいい。やるやる。見ない。これ学校してってもいい？いいんじゃない？いいんだよ。別にピンなんでも大丈夫。ピンも似合いそう。かわいい、これ。お祭りだもんね。何？リンゴ飴だ。リンゴ飴かわいい。もう一回やりたい。金魚すくいが欲しい。金魚すくいが欲しい。ヨーヨーかわいい。ヨーヨーかわいい。ママもヨーヨーがかわいいけど。金魚すくいがいいのか。じゃあ金魚すくい来い。どうかな？黄色？リンゴ飴だ。いいかぶった。もう一回やる。いいな。うん、じゃあ一個リミちゃんにあげて、あ、リンゴ飴。じゃあリミちゃんがヘルプしてくれてます。頑張ってリミ。タオル違う。違う。ヨーヨーだ。ヨーヨーだ。いいですか、ヨーヨー。ヨーヨー可愛いよ。うん、じゃあリミちゃんさ、ちょっとヘルプで持ってあげてくれる？入れる、あ、じゃあこの中入れちゃおう。うん、よし、オッケー。はい、はい、じゃあしーちゃん次行こう。小物入れる、カバン小物が入るよ。本当、あ、クリップが入るよ。磁石でくっつけるなんかちっちゃいのが入る。どうする、プラス保管が欲しいの。いらない、もっと見てみる、いっぱいあるかもよ、しーちゃん。学校のストーブ。本当だ。本当だ、これ学校にあるストーブ。本当だ。やる？やる。じゃあ。届かないね。じゃあこの踏み台をキャスターついてるから動かして。おしーちゃん届くかな？踏み台で。はい、
そうだ、学校にあるやつ出た。おー、おもしろい。いいね。やった、学校だ。ミニチュアストーブ。これで夏の扇風機。ミケ、可愛くない？ちょっとママ、すごい可愛いの見つけちゃった。スマホ水着だって。可愛い。スマホが水着着るんだよ。可愛いね。でも学校に関係ないのでね。確かに。次こっち側行ってみる？ポカロの方ついた？ポカロの方。お手元ペンケース。お手元ペンケースだって。これよくない？これ？うん。欲しい？欲しい。欲しい？じゃあやってみる？筆箱ってこと？筆箱、ペンケースだって。箸。箸。どれが欲しい？一番。これ。お手元？お手元。マジですか？緑だ。竹柄な気がする。ああ、そうだね。あ、竹柄だ。でも竹柄もいいと思うよ。お手元って書いてあるね。うん、これもペン入る。かわいい。メントス。ママ欲しい。メントス。じゃあこれやってみる？これ3枚だ。うん、何色がいい？水色。水色。ああ、そうね。定番ね。ミント味が一番美味しい。うん、緑だよ。あ、緑だ。緑だ。グリーンアップルだ。グリーンアップルが出ました。かわいい。いいじゃん。ちょっと先に進んでいこうか。巾着、巾着食べられません。なんかあるかな、学校グッズ。身長あ、身長計あるね。すごいね。身長計がいいな。緊張系にする？なんで？あ、じゃあまたちょっと高いね。すごい。オレンジ、黄色かな。うん。あれでも緑っぽい。緑？黄色？黄色のカプセルなの緑。あ、本当だ。中は緑なの。え、黄色かと思った。はい、じゃあ次、なんかあるかな。次は水筒。ほんとだ、かわいい。これやってみる？やってみよう。なんでも最近ミニチュア版が増えてきたね。ね、水筒は必需品になるじゃん。ね、今はね、黒っぽい。黒？これだ、これ。いいじゃん。本当に水入るのか。これは液体とか食べ物は入れる。あ、入れちゃダメ。そうだね。人型の見るだけ。見るだけか。椅子？椅子だ。椅子。机と椅子。やろう。競技の椅子だっていいよ。200円だ。で、この人もいる。人はいない。人はいないな。あ、本当だ。ボディは付属しませんって書いてある。勉強机。うん、講義だ。大学とかにある椅子っぽいね、これ。え、なんかわかんないね。白だ。白だ。どっちかがわかんないけど。うん、最前列か後列セット。へえ、すごい。こんなもんかな、しほちゃん。うん、はい、じゃあまたね。購入品をまたね、開けましょう。はい、リミちゃんと一緒にね。ビニール袋あるよ。あ、ビニール袋あんじゃん。入れて帰ろっか。うん、またね。はい、じゃあおまけです。結局このクラゲちゃんをね、これ結構高かったね、500円だ。最後にやろう。もうでもね、残りも少ない。大人気だね。500円もするのに。重い。なんだろう、何が入ってんのこれ。
か後で見てみましょう、ね、こう重い、本当だ、重いこれ、うん、持ってみて、ひーちゃんも持ってみた、ずっしり、ずっしり、重い、ママ、お財布持ってってあげるから、ありがとう、お、重い、本当だ、お財布軽い、軽い、軽いよ、軽い、グミ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 ペア、サンジーなおやつが甘い。